田の勢い衰えないな。だが戦うしかない。東道高虎、大谷義経、姉川の活躍をたたえ感情を取らす。俺たちのような下級の武士の名前まで覚えてくださっていたと。しかも感情まで。ありがとうございます。お兄様、いえ、信長はおそらくこの小谷城まで迫ってくるでしょう。その時にはまた私たちを助けてくださいますか。長政様、お市様、このご恩死しても果たします。忠義とは生きて果たすものだ。の織田信長は同盟関係にあった。長政が信長の妹一を妻とし、その絆は強固に思われた。だが信長が長政の盟友朝倉を攻めると関係は一変、両者は激しく火花を散らすこととなる。長政は姉川の戦いで辛くも信長を退けるが、次第に織田軍に圧倒され追い詰められた。ついには浅井の居城小谷城が織田軍に包囲される。だが長政もお市も取り乱すことはなかった。彼らを慕う若き将東道高虎、大谷義継らと共に決死の脱出を試みた。伝説の将小谷城の戦い。愛する人のために。時の流れには逆らえない。決して希望を捨てるな。最後まで生きてこの戦を乗り切るのだ。織田の勢い凄まじく、助け出せろ。大事な家臣一人足りず。失えぬ高虎、義経、行くぞ。譲れぬ思いになるか。
この調子で他の味方も助けよう。武士の名前を覚えてくださった、褒めてもくださった。その御恩この危機にこそ返す。胸にしまった感情に誓って。どうしても譲れない思いがあるから。幸せだ、それがしの幸せだ。今僕たちの大切な人を邪魔させる。
さ、挨拶もなしに押し込ませるなんて。火の勢いは増すばかりだ。そなたたちだけでも城外に逃げてくれ。長政様、嫌です。一緒に脱出して再起を図りましょう。申し上げて、私は最後までお供をすると。分かった、一緒にこの窮地を乗り越えよう。城外に抜けられる道はこっちだったな。みんな共に行くぞ。氷条件変更。逃がすことはできないんだ。敵に気づかれたか。長政様こそ真の主だ。義継、絶対に守り抜こう。厳しいものが知るはず。私こそ天下の僧、今はそう誇れます。今侵入成功だね。お市様がかわいそうだけど、長政を撃つよ。戦火よ、やっぱ夫婦の幸せ壊すなんて無理だよ。こいつ様、この薬長政を使ってあげて。ありがとう、長政様。私の手当てを。流れに乗ったまでも間に合います。私から除名嘆願を。背いてくれれば後戻りはできる。治療を起こす光秀殿、遠慮は無用だ。なぜ長政殿を止めなかったのです。一人で歴史の大きなうねりに乗る長政さん、敵将軍を討ち取ったり。ハイドン。それがしはまだここで果てるわけにはいかん。それがしのために戦うものだ。それがしは彼らを引き連れてくる。先にこの地下道に入り道を開いてくる。大丈夫だ、後から必ず合流する。長政様、決してご無理はされぬよう。位置を頼む。
約束してくださった。みんなでまた夢を見ようって。凄まじい力じゃな。それほどまでお奥様。お見事でございます。意志を守らなければ。お市様、私たちと共に脱出を。このまま果てるか。墓なら作ってやるぞ。流れに逆らうのも悪くない。殿にそう教えてもらった。俺も果てない。生き延びることこそ忠義。俺はそう教えてもらった。お市様を頼む。俺は織田にはくだらない。それぞれ追いかけるとしよう。夢の続きを。